マールチューブ始まるよ。皆さんこんにちは。長浜テレビ8月11日号の時間がやってきました。私は先日母と祖母と布施町にあるハス畑へ行ってきました。早朝からハス畑をお散歩するのはとても気持ちがよく、ハスの花も見ごろを迎えていました。ぜひ皆さんも一度足を運んでみてください。それでは町のさまざまな話題をお送りします。まずはこちらの話題から。子どもたちが企業や大学の最先端の技術を体験しました。いつか子どもたちにものづくりなどさまざまな体験をしてもらうイベントが長浜キャノン株式会社のキャノンアリーナで開催されました。このイベントは湖北地域から世界に羽ばたく人材を輩出しようと、長浜青年会議所が長浜舞原の小学5、6年生約50人を対象に開いたものです。会場には長浜キャノン株式会社や日本ソフト開発株式会社、滋賀大学など11のブースが出展しました。長浜キャノン株式会社はカメラで写真を撮影し、その画像を使って暑中見舞いのカードが作成できるブース、立命館大学ロボット技術研究会はモーターのプログラミングについて学べるほか、実際にロボットの操作に挑戦できるブース、そして滋賀大学は緩衝材を利用した創作体験ができるブースなど、さまざまな体験ができるブースが用意されていました。とても楽しかったし、簡単に作れたのでとてもいいと思いました。さらにこの材料が資源に変えるものということが分かったので、とてもいいなと思いました。また全国にエンジニアを派遣する株式会社アウトソーシングテクノロジーのブースには、先日彦根で行われた鳥人間コンテストに出場した機体が展示され、子どもたちが興味深そうに見学していました。このほか琵琶湖のお魚博士として知られる黒川るいさんの講演会も行われ、黒川さんが琵琶湖の魚に興味を持ったきっかけや学校給食に出てくる魚の種類について分かりやすく紹介されていました。普段なかなか体験できないことに挑戦したり、講演を聞いたり、子どもたちにとって世界が広がる貴重な一日となりました。さまざまな技術を体験できる貴重な機会になりましたね。体験した子どもたちにはぜひ湖北から世界へ羽ばたく人になってもらいたいですね。それでは続いての話題です。トップアスリートから実技指導を受けました。5日、長浜イカツインアリーナで柔道教室が開催されました。これは2025年に滋賀県で行われる私が輝く国スポ小スポの開催を記念し、長浜市で行われる競技の普及および青少年の健全育成につながればと開かれたものです。講師には2019年と2021年に柔道の世界選手権で優勝した丸山城志郎選手が招かれ、幼児から社会人まで県内外からおよそ200人が参加しました。教室では丸山さんが得意とする内股と巴投げが披露された後、技を決めるためのポイントや足の位置、角度といった細かな動作一つ一つの指導が行われました。続いて相手を投げるまでの動作を繰り返す打ち込みが行われ、最後にお互いが技を掛け合う1分間の乱取りが24本行われました。参加者たちはお互いに激しく技を掛け合い、相手を変えながら繰り返し稽古に励んでいました。また乱取りで丸山選手が直接実技指導する場面もありました。世界選手権で優勝した選手と直接組んで稽古ができるめったにない機会であり、参加者は果敢に技を仕掛けていました。
今日は丸山選手がいろいろ教えてくれたり、ランドリーはまあちょっとは負けちゃったけど勝ったことが多かったですけど、丸山選手を投げれてよかったです。今日の練習は、まあ、世界に出てる丸山選手が先生やったっていうのもあって楽しかったし、いい経験になったと思います。トップアスリートに直接実技指導をしてもらう素晴らしい機会になりましたね。私が輝く国スポ小スポ、とっても楽しみです。それでは続いての話題です。5年ぶりに長浜総踊りが完全復活しました。5日、長浜市の大通寺や引山博物館一帯で夏の風物詩、長浜夏祭りが開催されました。これは長浜商工会議所と中心市街地商店街などで組織する長浜夏祭り実行委員会が毎年この時期に開いているものです。メイン会場となった大通寺ではステージ発表が行われ、長浜しゃぎり保存会による演奏や皿回しの大道芸、伊吹高等学校書道部によるパフォーマンスなどが披露され、会場を盛り上げていました。また引山博物館周辺では焼きそばやかき氷などお祭りならではの食べ物を販売するグルメブースと、ロードトレインの乗車体験や射的などの遊びが楽しめるキッズブースが設けられ、親子連れらでにぎわいを見せていました。会場横を流れる米川では川床体験と鮎のつかみ取りが行われ、川の中に足を入れてはしゃぐ子どもたちの笑顔が多く見られました。18時からは祭りの最後を締めくくる長浜総踊りが行われ、会場一帯には小さな子どもから大人までおよそ700人の踊り手たちが長浜踊りの音楽に合わせて踊りを楽しみました。今年の夏祭りには1万5000人を超える来場者があり、多くの市民が長浜の夏の風物詩を満喫している様子でした。湖北の夏の風物詩、長浜夏祭りが通常開催され、とても嬉しく思います。今年の夏は楽しいイベントが目白押しですね。とっても楽しみです。さて、次回の番組内容の更新日は8月18日金曜日です。次回も街の様々な情報をお送りしますので、どうぞお楽しみに。